こんにちは。手で芸をするコミーです。メランジのディープレッド編み始めています。もうすぐ一玉が終わりそうというところですね。何を編んでるかと言いますと、マフラーです。ジャンボ針7ミリを使いました。ちょっと試し的な感じでね、あれどうかなと思って編み始めて、ここまで編んじゃったみたいな感じなんですよ。でね、こっちがね編み始めです。ちょっと見えるかしら。中長編み鎖、中長編み鎖、中長編み鎖という一個置きにしています。そして2段目も中長編み鎖、中長編み鎖、同じです。鎖のところに中長編みではなくて、中長編みのところに中長編み、鎖のところに鎖、ずっと同じです。それでちょっとこれ見えるかな、ちょっとこう覆っても分かんないか。この辺最初の方はそんなにゆったりして編んでないんですよ。ちょっと目が詰まっている感じなのはこの隙間で分かりますかね。でだんだんでもないけども、この後半はめっちゃ緩めに編んでます。めっちゃ緩めに編んでます。隙間がいっぱい空いてるの分かりますよね、画面からだとね。このゆったり編むという編み方で編みたかったんですよ。最初のところはちょっとジャンボ針だからと思ってあんまり緩めて編めてなかったんだけど、いやもっと緩めに編めるよなと思ってどんどん緩めていきました。なのでちょっとこれ最初とギュッとしてる感じが変わってきちゃうんだけど、まあそんなに目立たないからと思ってそのまま編み進めています。ちょっとこの編んでいるところを見てもらうと、どれぐらいゆったりしているのかっていうのが分かってもらえるかなと思って、慌てて動画をと思って動画を撮っている次第です。私のこれ、今回のこれは24目でスタートしています。最初の作り目ね。で最初の作り目もこの同じ7ミリのジャンボ針で、まあ最初も割とゆったりしたつもりではいますが、もっとゆったりでもいいかなぐらいな感じもしなくはないなみたいな。難しいことは何もしてないんですよ。ただそのゆったり編むというのもね、なんか手が慣れないとねゆったり編めないものなんですよ、意外と。なのでもっと大きな針を使ってもいいのかもしれないですね。このゆったり編むっていう編み方を教えてもらったのがうぱこ先生のワークショップなんです。ワークショップに出られたことがある方はね、ご存知かもしれないですけど、私一番最初に、ワークショップ出たのがうすうすベストのワークショップだったんですけど、その時にこのゆったり編むという編み方をね教えていただいて、最初は慣れなくてなかなかこう思いっきりゆったりができなかったんですけどね、慣れてくるとそのゆったりだと進むの早いじゃないですか。だからこれはいいと思っていたんですけど、なんかこの編み方使えるなって、どっかで使えるなって思いながら実際まだ使っていなかったんですよね。でそう、このメランジでなんかできないかなみたいなこととかをちょっとね考えてたりした時に、あ
って思って、まあ、この間スヌードを作ったばっかりなので、マフラー、またマフラーっていうか、また首に巻くやつみたいな感じなんですけど、ちょっとこれやってみたくなって、どんな風になるのか、うん、でそのメランジのこうふわふわ感がね、このゆったり編んだ感じでやると、多分その糸が太いのもあるし、こうサクサク進むだろうし、こう軽い感じで仕上がるんじゃないかなと思って、そうすごいやってみたくなっちゃったっていうやつなんですよ。一玉でどれぐらい編めるのかなっていうのも、こうやってみないとわからないので、ちょっとそれも気になって、もうカメラ回さず編んじゃったって感じなんですね。でちょっと一玉終わりそうだなというタイミングだったので、あ、じゃあここらでちょっと動画にしとこうかなという流れになっております。もうだから別にこれレクチャーも何もなくて、本当に中長編みと鎖編みなので、めっちゃ初心者の方でも編めちゃう感じです。でこの編んでる感じとか見ていただけると、すごくゆるゆるなのが分かっていただけるかしらと思って、もっと太い針、編み針でもいいのかもしれないですね。こういう感じになるんですけど、ちょっとこの辺で飲み物に行きたいと思います。今日のコールドカップ、はい、ちょっと色が合いましたよね、メランジの赤と。これ、まずちょっと先飲ませてください。へえ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 、うん、インスタ、ツイッターでは、はい、あげているんですけど、サワードリンク、甘酢を使ったサワードリンク、あと冷凍果物でできるよって私どなたかに教えていただいたんですよね。でそれ甘みつけるのかどうなのかがちょっと分かんなくて、それもツイッターでね、入れた方がいいかしらって聞いて、ちょっと入れた方がいいんじゃないかしらっていうアドバイスいただいて、で業務スーパーで冷凍いちごを買って、で家に氷砂糖もあったので、もう目分量で少しいちごの見た目、いちごの量よりも少なめな氷砂糖をパラパラっと入れて、甘酢もすごい目分量でドボドボって入れてつけておいたんですよ。でもうちょいでね、あの氷砂糖が全部溶けそうだなぐらいなところまで来ているんです。1週間も経ってないと思います。でそろそろいいかな、ちょっと味見してみたかったのもあって、今日初めて飲みました。あのいちごがほわっと香る感じです。これはもう量によるものでしょうね。いちごをどれぐらい入れるのか、そんでその甘酢をどれぐらい入れるのかということもあるし、で氷砂糖を入れるんだったら甘酢じゃなくて、まあ普通のお酢でよかったんじゃないかみたいなこととかも、まあツイッターでちょっとやり取りさせていただいたりしてね。だけど今回はまあ家であるものでやっちゃおうと思って、甘酢でやりました。甘酢と氷砂糖で。でやっぱり、あ、こう薄める、炭酸で割ったんですけど、量にもよりますね。そのつけたものの原液と炭酸の量の割合とかにもよるでしょうね、味はね。ちょっと濃かったかなという感じですね、今飲んでみた印象は。もうちょっと薄くてもいいかもしれない、私の場合ね。でどうだろう、氷砂糖入れなかったらどうなんだろう、ちょっとわかんないけど、別に甘すぎる感じでもないです、今飲んでみた感じだから。甘酢で作ったとして、
氷砂糖を少し入れて大丈夫な感じですね。でやってみたいと思ってるのはリンゴ酢に氷砂糖とあとレモンちょっと入れるみたいな感じの冷凍いちごでやってみたいなと思ってはいます。あの冷凍いちごは多分海外のだったと思うんですよ、業務スーパーで買ったやつだからなのかわかんないけどすごく赤くなってますよね。そういうものなのかしらね。漬けて少しして赤くなってきたから、あ、こういうもんなのって思いながら、生のいちごでやるとそこまで赤くはなんないのかしらね。ちょっとその辺はわかんないですが、まあ冷凍いちごだとお手軽にできるよっていうことがありますかね。きっとお値段も生のものより安いかもしれないし、でいちごじゃなくても他のものでもね、ブルーベリーとかあの冷凍フルーツ売ってますよね。そういうのですごいあのお手軽に試せるなというね。もう夏も終わろうとしていますけど、でもね、サワードリンクって体に良さそうな感じしますよね。ということで今日のこのディープレッドに合わせた感じになりましたね。合わせたわけではないけど、はい、ちょうどこれ一玉終わりました。でこのゆるゆるで編むとすごく伸びるんですね。そこもちょっといいなと思っているところです。だから何センチぐらいにしたいのかにもよるんですが、今この一玉終わったところで私は24目スタートにしています。あと編み方にもよりますかね、そのゆるく編む感じ。これちょっと大体です、大体これ三つ折りにしているので大体90センチです。今一玉で90センチだと一周ギリギリ回るけど負けない感じですかね。だからなんかここで止めるみたいな感じでやると使えるかもしれないかなっていうところなので、私はあとこの半分ぐらい編み足したいなと思うんです。だから 1.5 玉の長さぐらいにしようかなと思っています。なんかこう伝わりますか、こうふわっとした感じになる。難しいですねですごい早く編み終わりますよあのとてもこう大きくゆるく編んでいるからで軽く仕上がるしね。でこの色やっぱり素敵かもしれませんね。なんか首に巻いておくとワンポイントになるかもしれない。で私あんまりこのなんていうんだっけ、フリンジとか好みではないのでつけないかもしれない。このまんま使うかもしれないですけど、まああと半玉分編んでおしまいにしたいなと思います。とりあえずその一玉でどれぐらい編めたよみたいなこととかを動画にしたかったので、今日はここまでの動画になります。ということで中長編み鎖、中長編み鎖、中長編み鎖、そういう編み方で、中長編みのところに中長編み、鎖のところに鎖、全く全部同じ、ずっと同じ感じで編んでいくというやつです。完成した時にはまた動画でかどこかでかご紹介したいと思いますが、はい、今日はメランジディープレッドで、7ミリのジャンボ針を使いマフラーを編んでいるという動画になりました。はい、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お願いいたします。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。